こんにちは、ゆきまおみです。今日は家事の合間で自宅で簡単にできるエクササイズをお知らせします。キッチンとかのちょっとした場所を使って簡単に体をリセットできますよ。やってみてください。さあ始めていきましょう。キッチンでちょっとした時にすぐできるリセット方法です。お皿を洗っていますね。お皿洗って背中も曲がっちゃいますよね。なんかこう腰が痛くなったりとかいつもします。そういう時に簡単にできるリセット法をご紹介いたします。立ち仕事が多いとね、普段から体は姿勢が悪くなってしまって、で結構腰に負担がかかったり肩が凝ってしまったりしますよね。こういう時はキッチンの台などに体を斜めに傾けて体重を乗せて軽く腕立て伏せ、体を真下に向けてしまうとかなりこのプッシュする動きってきつくなるけど、斜めくらいだったらそんなにしんどくないので、でここでの注意点は背中をニュートラルに、姿勢をまっすぐ正しくして軸をしっかり作っておくことです。体幹、お腹の筋肉がポコッと抜けてしまって反り腰になっていると、いくらね腕をやっても体が整ってきません。そしてそのまま背骨、特に胸椎ね、胸の部分を伸展するように伸ばすと気持ちよく家事の合間のリラックスになります。さあ今度はお鍋にお水を入れていっています。鍋もね重くてね結構疲れますよね。体の歪みを増す原因になります。さあちょっと疲れてきたので何かしようかなってね、今すごい私反り腰になってるね。これ本当に体に負担がかかるんだな、家事っていうのはって思いますよね。さあここで肩を少し伸ばしていきましょうか。胸が縮まっていると肩の動きが悪くなって可動域が狭くなってしまって、肩甲骨も開いた位置で固まってしまったりするから、しっかり脇腹の筋肉を伸ばしていって、筋膜も伸ばしていってしっかりリセットすることが大事ですね。腕を今は換気扇の縁の部分で止めてますが、こうやってある場所で固定して体幹を軸としてぐーっと回旋させて回していくと、そうすると今胸の筋肉がビューッと伸ばされています。で縮こまった胸が伸びていくと背中がかなり楽になったりします。さあ反対、この高さの調節は、まあ、今これ時計で言うと1時ぐらいの方向に手を上げてますよね。このくらいはちょうどいいかなと思います。で、高さが違うところでもちょっと試してみるのもいいかもしれませんね。はい、ちょっとすっきりしました。家事の合間に飲み物を飲んだりして、少し自分の時間を取りましょう。さあ、何かもう一つやろうかなということで、少しね背中をしっかり壁につけて、お尻の平らな部分、仙骨っていうところちょっと平らな部分があるのでそこをつけて、でなるべく今ちょっとねこれも見た目反り腰になってるんで、もうちょっとお腹をふーっと薄くしてまっすぐ立ちたいところですね。私も結構家事が続くと背中が反ってきやすいので気をつけて、で胸はしっかり起こして、腰は反りすぎないように少し自分の意識で、丸めておくような気持ちですね。でお腹を薄くしてインナーを使って、で今股関節をストレッチしています。手でギューッと寄せてきてストレッチして、その後にパッと手を離すと自分のしっかりした筋肉で
支えてあげなきゃいけません。腸腰筋とかね、聞いたことあるかなと思うんですけど、足をこう曲げるとき、ももを持ち上げるときに使う筋肉です。自分の手で上げてあげるストレッチの方法と、もう一つ自分のもも自体の、ね、お腹の力、ももの力、その筋力をしっかり使って自分で持ち上げて、そこでキープする。パッと手を離してキープする。これもね、すごく大事なリセットになります。大事なのは姿勢がまっすぐなってることで、今ちょっとこう背中の部分に壁がない場所で私はやっていたので、できれば背中までね、全部ね、頭の後ろまでつく壁なんかでやってみるのもいいかもしれません。なるべくお腹をへこませて薄くしておくようなイメージです。いかがでしたか？キッチンの壁だったり、シンク、そして換気扇の縁だったりを使って簡単にリセットできるので、ぜひやってみてください。この動画分かりやすかったなと思ったり、もっと見たいなと思った方は、ぜひチャンネル登録、そしていいねボタンお願いします。こういう時のリセット法とか、ちょっとしたこういう場所で、狭い場所でできるエクササイズとか、そういう、やってみたいことがありましたら、ぜひコメント欄にご希望を書いてみてください。それに合わせて作っていきます。ありがとう。